おはようございます。え、何ですか？あの、森田さん、はい、12月といえば、はい、クリスマスですね。まあ、正解です、うん、ということで、うん、今回は普段お世話になっている方にプレゼントを渡しましょう。めっちゃ素敵です。ただ、はい、森田さんに内緒で進行してたんで、はい、あのお店がまだ開いてないですね。それではオープンしました。では早速プレゼント選んでいきたいと思います。もう誰に渡すかは想像ついてますか？何名かもう頭に浮かんでますね。じゃあ会社戻りましょう。はい、はい、ゲットします。ゆかさん、これを着て、え、サンタコス会社で、はい、恥ずかしいけど楽しみじゃじゃん、着替えてくださいました。はい、森サンタです確かに今日はこの格好でみんなに私のおすすめのクリスマスプレゼントを渡していきたいと思います。まず一人目はアンダーソン・ダソンのチーフデザイナー兼ディレクターの中西さんに突撃したいと思います。いいですね、はい、お疲れ様です。森サンタです。森サンタ、森田サンタ。今日は私のお世話になっている皆さんにクリスマスプレゼントをお渡ししに来ました。ぜひ開けてみてください。まずはこの木さん、はい、もう一回履いたら離れられない、はい、ボクサー、ボクサーパンツです。これは YouTube でございます確かに急にサンタで、あとはそれがイソップからお香が出まして、箱のデザインとかもすごい素敵なんで、これ見た時に中西さんにぴったりと思って、これヒノキのベースで、すごい良かったです。ありがとうございます。森サンタからのクリスマスギフトでした。ありがとう、大成功。森田さん、はい、次はどなたでしょうか？次はですね、昨日誕生日だったはじめさんを呼び出したいと思うんですが、はい、はじめさんといえば仲良しの玲子さんが、そうですね、はい、いらっしゃるので、はい、玲子さんにもサプライズで来ていただいて一緒に祝いたいと思います。本当に見つからないようにしないといけないという、そうですよね、ターゲットがね、今回6人で、でも、もう実は、うん、あのこの会社の中で、森田さんがその格好してるってちょっと有名になってます。やっぱりですか？すごいみんな、え、クリスマスだって言われながらでもターゲットにはバレないようにと思ってすごい走ってます。そうですよね。ちょっと行ってみますか、スタジオに入り、はい、こんなコソコソするサンタさんいるのか。クリスマス企画で玲子さんにもお手伝いいただきたいなと思って。何ですか、何ですか？昨日はじめさんお誕生日だったんですよ。そうだよね。玲子さんにもサンタさんの帽子をかぶっていただいて、いいですか、一緒にお祝いしましょう。え、どんな顔かわいい、合ってるこれで、かわいい合ってることにしましょう。合ってる、いい。ハッピーバーレイコさんにも、嘘でしょ、本当です。
か。嬉しい。れいこさんは、うん、何以前、うん、まだ渡してくれないの。マリさんだからです。ありがとうございます。開けてみてください。の新色です。そうなんです。なんか入ってる。何、え、何これ、何、それがですね、マウスフロス。え、マウスフロス。お前、私フロス大好きなのよ。歯ブラシがすごい好きで、常に歯ブラシしてるよね。そうそう、1日3回もちろん絶対なんだけど、うん、私ね、ご飯食べる前とかでも歯ブラシするの、なんかその方がご飯が美味しくなるから、うん、あ、もうクリーンにしてからってことね。そうそうそう、から来ちゃいました。いいクリスマスです。お世話になった方々におじさんたりプレゼントしております。いただきます。そのまま、開けます。親子、あ、立った。この親子いる。親子はですね、あのお子さんに、はい、ちっちゃい方を弟と、うんうんうん、お姉ちゃんに大きい方で、かわいい。お家のインテリアにしてもいいですし、遊んでいただけるそれは池田さんに、森さんだから。そうなんです。ありがとうございます。私も試しに来たんです。めっちゃ可愛い。あ、ちょんちょん塗り、ちょんちょん塗り、いつもしてらっしゃるのを真似しました。あ、なんかグリーンブラックみたいな。本当だね。可愛いです。そう、これだめっちゃクリスマスっぽい。よかった、ね、可愛い。ぜひ使ってください。四つ屋で、マリタさん、ビル移動しましたけど、はい、次はどこへ。次は私がアンダーソンと共に PR しているミースロエのディレクターの坂上さんにプレゼントを届けに行きたいと思います。行きましょう。お疲れ様です。森サンタが来ました。めっちゃ可愛いですけど。プレゼント、嬉しい、ありがとうございます。まずはどう、お酒だと思いました。お酒が大好きな、はい、上さんに、嬉しい。オレンジでナチュールで、しかもさすがよくお分かりで、ナチュールのオレンジワイン大好きです。ですよね、はい、ぜひお家で素敵なご飯と一緒にたしなんでください。すごい可愛い、嬉しい。これは、うん、上さんに来てほしいなって。新作だ。そうなんです。肌面がらしで、はいはい、ですごい華奢なので、はいはい、あのちょっと透けてるニットとかに透けても可愛いブラと、いやー素敵、大人ですね。そうなんです、シンプルで。あ、サテンなのにこんな伸びんだ。そうなんです、すごい。さすが見どころがデザイナー。素材のこと確認しちゃう、5分に。ありがとうございます。よかったです。ぜひどちらも使ってください。はい、めっちゃ嬉しい。大成功。ありがとうございました。あ、斉藤さん、このタイミングで斉藤さんにもサプライズしようと思ってたんですけど、はい、もう何が何だか、ちょっとお待ちください。斉藤さんにも森さんだからプレゼントを用意してました。斉藤さんにもちゃんとサプライズしたかったのに全然驚いてくれない。クリスマスプレゼントです。ありがとうございます。ぜひ中身見てください。はい、開けてほしい。どうぞ。斉藤さんはいつも靴下見せてるんで、アンダーソンの靴下を2足ネイビーと黒と、あとは斉藤さん出張めっちゃ多くて疲れてるんで、ウカのバス
ソルト、疲れ癒してくださいのウガンバスソルトです。ちょうど来週あるんで、あ、出張に持って行ってください、はい、つかの間の贅沢時間を、はい、ありがとうございます。ぜひご使用ください。ありがとうございます。はい、ということで、はい、ソルトさんお疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。いい一日でした。ありがとうございます。エンディング行って終わりにしましょう。一つですね、私からプレゼントです。いつもお世話になっている。はい、はい。まさか本当にもらえるの？森田のおすすめをぎゅっと詰め込んでおります。これは、これはまさか、まさか例の、例のあれですね、はい、あのお顔に拭いても大丈夫な、そうです、和紙から作られたタオル、はい、めちゃめちゃ覚えていただいててYouTube ね、一緒に撮ったやつです、はい、ちょっとクリスマスなんでちょっとチョコ色みたいな、もう一個、でもなんかもう一個入ってる、じゃん、じゃん、あ、これも YouTube で、あのジョンマスターオーガニックとアンダーソンコラボのマスクスプレーで、これもヒノキの香りで全部天然成分なので、あ、でもお部屋に振っちゃったりとか、はい、ちょっとこの寒くて寝にくいっていう時にお布団とかにシュッシュッと癒される。これは森田さんの密着をした日に打ち合わせされてた、そうです、アイテムです。そうです、思い出の品々を、あれ初でしたっけ、あれ初だったんです、うん、ありがとうで、できるように、いや、おかげさまでありがとうございます。使ってください、嬉しいです。では改めて、はい、エンディングお願いします。はい、本日はですね、皆さんお世話になった方々に、まあ、お礼も込めたクリスマスプレゼントをお送りさせていただきました。これからのお買い物の参考にしていただければ嬉しいです。ありがとうございました。